スクリーンワンで宇宙船修理の旅、完結しましたね。お疲れさん。お疲れ様だよ。まあ今回はのんびりこのゲームに対して思ったことを語ろうかということで、ピクミンを大切にしようの会会長のミューリンさんに来ていただきました。ちなみに僕はこれまで2152匹ものピクミンを犠牲にしました。会長ぶち切れ案件。これ具体的な数字にされると心にきますね。始めた時はほのぼの系ゲームだとばかり。これまで頑張ってくれたピクミンには感謝しかないよ。はい。それと本当に申し訳ない点がありまして、最後のボスとの戦いが間違いなく最も犠牲の多い戦いだったんですよ。それなのに戦いの末手に入れたのは宇宙船のパーツというより貯金箱。オリマーの失墜のために散っていったピクミンが気の毒でなりません。犠牲数に関してはお前の手腕によるものだけどな。貯金箱がさも必要なパーツであるかのような説明には語弊があったと思います。それについてはおおむね同意。しかし、ピクミン特権な原生生物が織りなす独特な世界観はとても楽しめました。ハラハラドキドキな冒険だったよ。イヤースイッチのピクミン1プラス2、買ってよかったです。てなわけで2の方もよろしくお願いします。最後に告知ねじ込んだな。